Hi. Poncha. Hey. Poncha. ポンちゃんがよく泣く子です。まあでもどこにいるかすぐ分かるようになってよかったね。今までポンちゃんポンちゃんって探してたけどね。ポンちゃん、なでなですると本当にすぐあれするのね。結局あれなでてほしいなと思うと泣くのね。ああそうですか。ポンちゃん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 、ジャン君って言っちゃった。今ちょっとジャン君がね窓の方にいるのを見たらポンちゃんを撫でながらジャン君って言っちゃった。ジャン君おいで。はい、もうちょっとポンちゃん、はい、ちょっとジャン君を迎えに行ってくれ。あのエリザベスカラーがね、その入り口のとこに引っかかってさっき帰るの断念して開けてあるんだけど帰れないって言ってくれ。はい、ジャン君、ジャン君いかがですか、調子はどうですか。晴れが引いたらそれ取ろうね。あと病院が必要ですか。どんな感じ。大丈夫かな。ジャン君今日は病院に連れて行かれましたね。顎の下に、まあ、ポンちゃんとの格闘でできた傷が、腫れ上がってしまってですね、そこからなんか水みたいなのが出始めたので、今日病院に連れて行きました。注射1本で帰ってきましたよ。お薬はもちろん、抗生物質とあとステロイド剤はかゆみ止めということなんですが、ステロイド剤はあまり良くないので、あの上げすぎないようにするためにかゆそうでなければ控えてもいいと、半分ぐらいの量にしてもいいよということでした。まあよく聞くのでかゆそうじゃなかったらもうやめちゃうっていうのもありかなと。あのエリザベスカラーしてるしね。ということでこちらでは真っ黒ですが、ポンちゃんが心配して近くまで来てここで寝ています。いい夫婦ですね。兄弟かな。なんかつかず離れずでね、暗がりにいますよ。ライトを消すとこんな感じです。ジャン君お加減はいかがですか。元気に走り回ったりはしてないけど、まあエリザベスカラーつけてるもんね。ゆっくり寝て明日元気になってください。そしてポンちゃん、ポンちゃん甘えてますか。ポンちゃんはずっとジャン君に寄り添って寝ていて偉かったね。うん、偉いね。いい子だね。いい子いい子。